準備しまーす。マイクテストです。マイクテストです。うん。音は出てます。大丈夫です。もう来てるか。ちょっと待って。ちょっと待って。俺の方の準備ができた。あとは、これか。よし、オッケー。よーし。では始めましょう。はい。オッケー。ここはおっさんとじゃね。本日もよろしくお願いしまーす。ひよこ2匹のドラクエ10やっていきましょう。ですね。前回バージョン3一番初めやってくれました。イベントをやって、その後夏のイベントをやって、その後に、バージョン3をちょっとだけくれた。で、今日は、ウィーナーズ用に行くところからやっていきますということで。よろしくお願いします。とりあえず、ベリナーズ城行って、一回転職しましょうか。メイン職に転職しましょう。まあ、まずはベリナーズに飛びます。スキルマスターの石。あ、違う、スキルマスターの石じゃない。メガルーラの、ウェナ諸島の、ベリナーズ入り口です。じゃあ、酒場に行きましょう。ワープで行けねえか、こっから。酒場飲んで。オンライン、こういうのがあるって、撮影してみます。BGM 気になるんですね。コンテンツがあるっぽいですね。ドラクエの BGM、3か。じゃあ4か、これ4の BGM ですかね。そうですね。なんでアンルシアの格好なんでアンルシアの格好になってんだそういやちゃんとしてきてます。できてるんで、姫。
人にポポはちょっと下げましょうか。サポートの、これを下げて、で、これにしてもいいんですか。あ、これでいいです。よいしょ。最初の方は大丈夫でしょ。いや、同じここの BGM かっこいいっすね。こう行けんのか、城の前に行けますか。アクセス、女王の間にすればいいか。女王の前にすると、これもしかして一番前に行けるってこと？便利になったね。女王の間に行けるんだ。城、こう、城についてるのは便利っすね。やっぱめちゃくちゃ地形もついてるわ。これ便利だね。オンライン便利っすね、こういうとこ。オーカーゼンドの遠いところへ呼びつけてすまなかった。さあ、こちらへ。久しぶりだな、カゼンくん。元気そうで何よりだ。来た、ヒューザ。おっと、すまねえ。僕だ。こんな格好だか。オーディス。あ、ちょっと、ヒューザじゃねえのか。オーディスの。こんな格好で悪かったな。あ、これ何？あれ、入れ替わってるってことですか。バレないな。ああ、失礼。君の服のことを悪く言ったわけじゃないんだ。気に触ったのやら、謝ろう。やっぱそうっす。別に気にしちゃいないさ。二人ともそこまでだ。カズヤンドにわらわから説明しよう。グラドタイラス号でアンルシア姫とラガ掃除がさらわれた事件、そなたも忘れてはおるまい。あの時二人を誘拐した者はあと四人という言葉を残していった。そして犯人の狙いは各国の王位を継ぐ者。わらわの推測が正しければ、息子のオーディスがその4人の中に含まれていると考えられるんだ。ビギナー同国には魔法騎士士団、英士団という優秀な戦力が存在するが、彼らにそれぞれ重要な任務がある。各国に派遣した魔法戦士たちが警戒を怠らぬよう命令を出したところは、こちらもできる限りの対策をしておきたい。そこで一つの策を講じることにした。しばらくの間、オーディスの影武者を立てようと思う。最初、わしがその役を飼っていたのが、王家に伝わるメイク術で顔に知られなくても、さすがに体型もたや動かせなくて。いや、王子と見た目が近くて、その上で腕の立つものを探すのは本当に苦労して。俺の紹介ならビューだぞ。こいつとはちょっとした知り合いなんだ。カズヤは気づいているな。そうだ、俺だよ、ヒルだ。だろうね。だろうね。なんと二人は知り合いだったか。偶然っていうのはあるもんだな。ならば話は早い。その他には影武者となったヒューザーのご英訳をしばらくの間頼みたい。俺は嫌だって言ったんだぜ。でもよ、女王様直々の頼みじゃどうやったって答える気ねえな。でも俺をに釣られてのこのこと出てきた誘拐犯を捕まえるのも面白いんじゃないかと思った。母へ言われままにヒューザー君と色々変わってみましたが、やはりこの作には、賛同できません。僕のために他人の命を危険にさらすのはとても耐えられないのです。王を目指すことを決めたお前の命は、もはやお前一人のものではない、ビギナーのため全てのものだ。それはそうです。これヒューザーがさらわれる可能性がある。わかりました。それなら僕は旅人のふりをして、城内を歩いています。王子と気づかれないか試さなくては。いいだろう。城内なら気があるまい。正体をバレるには気をつけるんだ。城内だったら忍び込んでこない。そういえば今日はオーディスの歌の先生が城に来る日ではなかったか。確かに今日だった。このままヒューザーに行ってもらうのはさすがに無理があるが。カゼンドの妻がオーディスの部屋へ行き、しばらくの間、歌の先生の相手をしてもらえるんだろうか。わらたちが王家の本を振る舞いをヒューザーに教える時間を稼いでほしいのよろしく頼む。オーディスの先生、部屋は2階の東側にあるぞ。歌の先生はもう来てるかもしれないから急いで向かって。いやー、この辺の展開全然覚えてないんで、すげえ楽しみです。どういうか、多分ね、さらわれていくんだと思うんですけどね。どういう感じで妹が出てくるかっていう感じです。
工事のやつから契約切れんじゃねえか。パキーヤ切れたら交換しましょう。そう、まあ一週間経ちますからね、前回。そもそも歌というのは歌い手の声質がまずは重要でして、ね、リズムに乗るとかはその後の話なんです。ああ、でもそうですか。私にはよくわかりませんけど。いや、あなたはなかなか良い声質をしておられますよ。私のもとで修行してみてはいかがです。いや、王子様がいらしたかと思いました。違ったようですね。もっと私はバリ島というものでして、ね、お城の王子様に歌を教えてほしいと上様直々に頼まれているんです。ですが、肝心の王子様は一向に現れず、暇を持て余していたところでした。そうですね、せっかくですから、あなたのためになる私の話を差し上げましょう。仲間なし。カズヤバリ島のうんちくをうんざりするのをたっぷりと聞かされ。というわけなんです。キューザン。オーディ総司様、お待ちしておりましたよ。歌を教えに参りました。バリ島です。いやー、これは僕のためにわざわざ来ていただき、ありがとうございます。バリ島。いえいえ。以前、恵みの歌をお歌いになる、次期国王様に私ごときをお教えにできるので、光栄の至りでございます。では早速レッスンと参りましょうか。まずは発声練習からいきますよ。マイマイテールも、マイムメも。はい、どうぞ。おや、どうしたんですね。さあ、私について、マイマイテールも、マミムメも。ここ、申し訳ない。ちょっと風邪気味のように。風邪ぐらいレッスンをやめていたら、うまくならなれないですよ。ほら、マイマイテールも、マミムメも。とにかく勘弁してくれ。逃げた、ヒューザー。私のレッスンから逃げるなんて王子様というのも許しませんよ。こら、お待ちなさい。王子様どうしたんでしょうか。風邪をひいたなんて聞いてませんでした。お客様にあのような態度を取るなんて。でもあの先生に教わるのが嫌で、城のどっかに逃げ込んだかもしれません。私もあの先生はちょっと。そうだね。あんまり評判良くなさそう。この絵は王子っぽいさがわかります。火が下手くそで、カズヤには内容がわからなかった。この絵は王子の性格が出てます。外出たよ。これどこ行けるか分かんないな。ピンクの下に行きましょう。ピンクの下に。3階からバルコニーに行こうって書いてあるけど。王子が自分の部屋に向かったと思ったらすぐ戻ってきて、知識の前に飛び降りたが、まあ、仲間は何かないとあったんじゃないか。大抵の面倒ごとあの王子がいろいろ先走るせいで起こるんだよ。いや、気があるな、認めます。
3階に行きましたよ。まあ、バルコニーって書いてあるんで、バルコニー行きます。こいつ相変わらず変わんねえな。仲間が揃いました。ちょっと待って、いきなりボス戦か。ちょっと待って、いきなりボス戦だよ。いやー、大丈夫かな。いや、これは想定してなかったっす。ああ、カズヤなんかさっきはかっこ悪いとこ見せちゃった。実は俺さ。なんか出てきた。こいつとやるのか。なるほどね。なんだこいつらは。なんかいっぱい出てきた。どうやら囲まれちまったぞ。王族を誘拐したってやつの差し金が。ち、仕方ねえ。俺たちやっちまおうぜ、カズヤ。そっちにいるの任せたから。やるわ、サブで。強い行きましょう。まあ、とりあえずギリサポートは持ちましたね。いや、まさかボス戦があるとは思わなかった。白霊騎ボートたち。全部違いますね。天使使う。で、回復性の防御を使って。あれ、もうダメや。うわっ。消えてねえの？あと死んだんで。さあ、そっちガードのところに。うい。ガード削るんだ。お前ら削れ。違う感じだ。ホーリーライツ。ナイス、とどめ刺しやがって。オッケー、フランがレベル50やアミケみたいなのが、魔物に化けしたようだが、こんな実は見たことがねえな。母、王子様、やっと見つけましたよ。ち。この私から逃げ出すなんてね、これはちょっとハードなレッスンを受けていただく必要がありますね。うむ、せっかくここまで来たんです。そこのバルコニーで国民の皆様の前に受け取っていただくことにしましょうか。そんな無理に決まってんだ。本当に勘弁してくれ。逃げたことは謝るからさ。今更謝っていただいても遅いんですよ。ぐずぐずしてて男らしくないですよ。さあ、キーキーと歌ってもらいましょう。なんて言われてもダメなんで歌いだけ。歌が下手ってことです。わかった。そこまで言うなら歌おう。だがどうなっても責任は取らないぜ。
呪いのテーマじゃん。この世のものとは思えない下手くそな歌声がジョーカーに響き渡った。城の前に集まった人々は顔を見合わせ、何かを言いたそうにしながらもそれぞれの生活に戻った。逃げてった。なんかしたね。グラーセドラ王女にメギストリスの王子、3人目ベイナード王子か、次はしくじらしね。これがあれかな、妹つかでかいですけど。ああ、なんたることでしょう。これほどの音痴で、これほどひどい歌は、今までに聞いたことはありません。もはや私の手には負えません。あなたに歌を教えるのは無理だと女王様に伝えておいてください。だから言ったじゃねえか。俺に歌なんか歌わせるから。あの先生のことはどうでもいいが、さっきのままのことは女王に伝えとこうぜ。お前も来てくれよ、風。あぶね、ちょうど消えましたね、契約が。あ、まだ、ここはもうボス戦ないと思うんで、とりあえず進めるとこまで行ったら、高まで行きますよ。まずこの、あれですね、姫を消します。フューザーから方向を聞いた。何者かがオーディストされたのに魔物を放ったと見て間違いないだろう。よもや城内に襲われたと思わなかった。より一層周辺の警備を強めるよう、A師団には手配をしておく。ところでカゼンと、実はこれよりヒューザの歓迎と、彼に食事のマナーを教える機会をかね、晩餐会を催促にした。この席にそのため招きられたい。ヒューザも知った顔をしていた方が、緊張せずに済むのではないかと思った。すでに席の用意も終わっている頃だ。2階の食堂に向かってほしい。よろしく頼む。晩餐。ただその晩餐会でさらわれる可能性がありますね。カゼアンドの遠慮は不要だ。そなたも席に着くがよい。良いな。ヒューザーには影武者として食事の席でのマナーを覚えてもらう。
まあ、オーディスのマナーも決して褒められたものではないからな。変に気負わなくてもいいぞ。そんなことはありませんよ。父、僕のマナーは完璧ですから。そうかそうか、ならいいんだがな。あ、すみません。せっかくの料理を冷めてしまいます。お話はそのくらいでして。セリアの言う通りだ。いただくとしよう。経済はいいかな。ナイフとフォークの持ち方はこうだ。そして使い方はこう。メルコは、ヒューズに食事のマナーはあれやこれやと教えていった。カズやベリナード王族たちは豪華な料理を楽しんだ。へへ、教わってる。完全エピソードみたいな感じですよ。ベリナード。そういえばセイリアちゃん、私がプレゼントしたおしゃれなサンダルをまだ履いてくれなくて、すいません、そういったものは身につけないが普通だったので慣れなくて。ヌージアよくありませんよ、父。セイリアは、生まれた時代の文化を大いに尊重するべきです。おやおや、わしの選んだサンダルセイリアにこっちが似合うからと返させた。僕の誰だったの？それはあれは王子が選んでくれたのですが、これは二人とも本当にありがとう。それに女王さん、二人には黙っていたが、実はわらわらのセイリアにそのブーツをなくしたのだ。こいつは驚いた。我々は似た者家族というわけだ。お、どうした、ヒューザー、ヒューザー、ヒューザー、その顔はどうした。どうしたというのは、食事が気に入らなかったのか。いえ、大変美味しかったですよ。私にはよくわかりませんが、何か怒っていらしたような。うん、私の教え方がまずまずかったのかもしれない。とにかく放ったわけない。あ、じゃあ、理由はよくわからんが、どうもヒューザーを怒らせてしまったようだ。すまんが彼を探してきてもらえるか、わしよりも鬼神の知れたそなたがお迎えに行った方が良いだろう。わしらは規則上終えたら女王の間に戻る。ヒューザーを見つけたらそっちに来るよう伝えてほしい、頼んだぞ。ヘラスです。さあ、ヒューズはどうしちゃったんでしょう。家族がいなそうですもんね、ヒューズ。変ですかね。オッケー、チョコピンズで、この東にあるヒテラスの方に歩いて、ああ、ガゼンか。またかっこ悪いところを見せてもらった。でもな、どうしてもあそこにいるのは耐えなくて、思わず飛び出しちまったんだ。家族で仲良くお食事になってた。俺には無縁のものだ。ああいう雰囲気に馴染めねえんで。俺は親の顔も覚えてない。物心ついた時にじいさんと二人だけ暮らしてた。
このじいさんもすぐに死んじまって、俺はレーンの裏の孤児院で世話になることになったんだ。そういや、カズヤの家族の話聞いたことなかった。いや、つまんねえこと聞いちまった。今のは忘れてくれ。そこんなことを気にするのは俺らしくねえ。やっぱそう。なんでかわかんねえが、お前だけはこんなことのベルを入れた話なんだよ。さてと、晩餐会も終わっちまっただろうし、さっさと女王の前に戻るするか、やると言った以上、影武者役は果たせねえと。お前も護衛の仕事ちゃんとやれよ。もう出番はないかもしれないな。まだ大丈夫そうっす。女王の。なかった。動かなかったっす。はいや。なんかあったのかっあ、ツボか。ツボがあった。コギ。カゼンの手間をかけた。この通りヒューズは戻ってきてくれた。途中退席したことを誤ってくれてな。オージスの影武者の役もこのまま続けてくれるとのこと。で、これからのことなんだろう。失礼するであります。王立調査団よりウォーカールであります。それは休養する方法か。そうでなければ、あと、後にしてほしいんだ。それが、こと次第によっては、この方法、いや、上の諸島全域に新たな危険が及ぶ可能性がありまして。ならば、報告すればいい。イリーゴ調査員。あ、先日開始されたシュレイラ、伝統遺跡の調査にて、石板が一つ発見されたのであります。鑑定の結果、その素材は未知のものと判明、さらに次のような文面が表面に刻まれていたのであります。読み上げるであります。稲道家の物の上が開放し得る扉、その向こうに一つの壺が眠る大いなる恐怖が封じられし、深紅の壺なり、大いなる恐怖はやがて目を覚まし、すべての塔が、海の木屑と化すであろう。上の歴史を回るとき来たでいいと。何かの警告のようだが、まさかその遺跡にバサグランデのような巨大な、生物が眠っているとでもいいのか。確証はないであります。しかし、遺跡の中には多くの仕掛けがあり、奥へ進むのは難しく、奥へのものにしか開けられない扉もあるとのことなので、これ、それ以上の調査はできず、このように一方僕に加わった次第であります。なるほど。確証はないが、サイトで移っておくわけにはいかんのか。この件はそちらの対応を決める。それまでの調査は一時中断、不調件。応募ご苦労だったエリーご調査員。あ、失礼するであります。あ、はい、これは放ってはおきません。僕は調査団を連れて調査に行きます。ユーザーが行っても扉は開かない。だからといってその姿をオーディスが言ったら、影の下作戦がみんなにドバレてしまう。僕とヒルダ君が一緒に行けばいいのです。そうすれば何の問題ありません。
しかし石板に書かれた内容は本当に危険なものが封じられていたナークス。それに、例の王族を任命らう族のこともある。父上、暴君バサグランデを倒した理由がここにいるのを忘れです。カゼの国に来てもらえるようです。なるほどな。そいつは案外いい作戦かもしれないです。誘拐犯が現れたのはそこでとっつかめれば事件は解決です。なので、こんな戦争ともおさらばできるってわけで。封じられたままの方も、俺とカゼヤンで対峙しまいし、本当にいるんだ、だから。我らは僕の方だ。息子の身だけはあち、国を襲うかもしれぬ脅威を放っておくことができる。カゼヤンも言ってくれるか。本当に責任魔物が封じられているのはその排除を頼むみたい。新しいダンジョンに行くってことですか。願いだカゼヤンと、状況を知っている君しか頼めないので、僕たちもすぐに準備して遺跡に向かう。ジュレイラ連邦遺跡はジュレットの町の北側から入れるジュレット仮想の奥にある。ああ、そうなんだ。はいはい。君もそこに向かってくれて。じゃあ、ジュレットから行くか。なるほどね。シナリオであそこに行かなかったっすね。わしは女王のそばを離れるわけにはいかんね。ああ、どうぞかぜ。から外出れるかな。ああ、そのワープでもいいな。あ、でもここでいいや。じゃあここで一回ジュレットに飛びましょう。ジュレット。マリオのコスプレしてんだ。こんな装備あんのかよ。マリオのコスプレしてる。いやー、さすがオンラインですね。やりたい放題だ。
言いましょう。ジュレーティスタンで、そっか、ガフエイタとか。あれ、こんなのあったっけ？水着に着替えようか。ペンが開くとか大丈夫かな？大丈夫っすね。武器も。多分大丈夫っすね。だっけ。また忘れちゃって。ああ、一番奥に行けばいいっぽいっすね。敵も見とくか。シルバーマンと戦ったことある。多分ガシの敵と変わんないと思う。なんかいるね、サイが。このサイは戦ったことないか。ないっぽいっすね。まあ、行きましょう、じゃあ、サイ。ヒポ戦士。MP 回復するね。あれ、なんか遅くねえか、俺。なんでこんな遅いんだ。ちょっと待って。なんか遅くねえか、なんかそっちの方が早いよ。あれ。なんか異様に遅いんだよ。あ、こうでいいのか。これでいいのか。ここもともと行けなかったとこだと思います。ああ、そっか。ミアフルをしないといけないんだ。忘れてたの。ミアフルが必要なんだ。まあ、いっか。この辺とかは見破りしてないから見破るをする必要は。ちょっと調べてみて、ボス戦になる可能性があって、その扉。中入れるか。中入れるね。あ、じゃあダンジョンになってんだ。これで終わりかな？どうなんでしょう。
お、カズヤくん、よく来てくれた。それじゃあ、早速。君は僕の護衛だろう。死刑ならやめてもらおうか。あ、これは失礼しました。王子、掃除。カズヤ殿は私も知っていますが、こちらの方はどなたですか？彼も僕の護衛の一人だ。腕も立つし、信頼できる男は君たちは心配しなくていい。では、石板にあった大きなものしか開けられない扉とやらを探すとしよう。入り口調査員が案内を頼む。怪しいものには触らないようにしていて、一通り遺跡内を見て回りましたが、石板と書かれていた扉はなかったであります。ですが、いくつかの鐘や、音音らしきものが、設置されているのを確認したであります。それらが何らかの鍵ではないかと。僕たちはもう一度遺跡を回ってみよう。カゼンどうもこの辺りを調べてみてくれ。謎解きっぽいっすね。これが多分関連してんだと思う。一階にある石碑を調べて三、その根を手に入れよう。まずはこれか。カジュアの台座の文字を読んで。私は音を伝えるもの、喜び、安らぎ、悲しみの三年の音を携え伝えるもの。道をの持ち主の名は、我を手にせよ。金を響かせ我に音を宿してもらえ。そして我と召し叱るべき音を伝ってもらえ。取り外せそうだ。音を持ってきますか。はい。大事だから音を取り外して持っていくことにした。三名の。そう、方法はあなたには亡者の姿が見えるんですか。しかし、ここは忘れさらし、牢族、渦巻くは英語の、今後ある、予防の利用がないから長いするのがよろしいでしょう。これ、とりあえず、こっちに行けよくわかんないです。あったからっと。無の蔵、来たね。魔法、呪文暴走率高め。いいじゃん。記憶採用じゃん、これ。暴走率が高まるって書いてあるよ。顔アクセルですかね。あ、無の蔵、いいっす。記憶をやってるから見た目に反映されない。ちなみに暴走率が高まるだけっぽいです。攻撃魔力とかは上がる。まあ使い方次第ですか。暴走率上げたいときはこっち。じゃあ行き止まりか。行き止まり、あ、行けるね。行けるけど、あ、これじゃ行けねえ。これじゃ行けないです。階段になってる。こっちは行き止まりです。行けねえ。ここは階段になってる。
ルルルルルル。これですかね。ちょっと調べてみて。戦闘にはならないっぽいね。じゃあ、しよう。これは調べてみて。台座の文字を読んだ。喜びの友、晴れ晴れの喜びの音を求めない。それから満足、地上の喜び。喜びの音を与える何かを殺す。喜びの音ってのはどっかに取ってこいってことですよね。すげえいっぱいあるな。めちゃくちゃいいじゃねえ。いるねいるねちょっと待って。さすがに戦ったことないっす。じゃあちょっと戦うであれっすね。あ、見破るやろ。見破るやりましょう。ちょっと待って。あと。そっちで。強いなぁ。いや、お酒場が強すぎる。基本的には苦戦しないっすね、酒場がいるし。ここでいいのかな。すごいとこに来たね。あれみたいっすね。オールドシャーレアみたいな。金の近くで戦えないわ、決して彼らから逃げられる。じゃあちょっとあれを調べたらボスになるかもしれないです。調べてみて。で、調べてみて、あの、仲間が揃い、なったら、ですね。あ、大丈夫か。大丈夫か。鐘を鳴らしてみますか。はい。喜びの鐘を鳴らしてみた。あたりに晴れやかな雰囲気の鐘の音が響き。なんか風の持っている三名の音がその音に興味し始めた。この中で三名の音が喜びの音に、あ、これで喜びのとこに行けばいいのかな。そしたらもしかしたらなんか出てくる可能性はあります。ちなみに調べられる本棚みたいになってるわけではないんで。これちなみにもう一回調べると。これが本棚になってるのか。上もいけますね。結構広いな。あ、宝があった。ざっと見ます。中屋君ってなんですか。下の階に1個あるんですか。見ましょう。ここに1個。2本の金属の棒に音の波をつつけるとこちらに振動を始めた。うん。なんかこの辺がヒントになってる可能性があります。
じゃあ、喜びの怨念とか行きましょう。こいつもいいの。こいつアイアンクックス。見破ってね、見破るだけやりますか。見破る。調べてみて。あ、これ中開いてる。で、これを調べる。うん。大きな音を与えてみますか。はい。おお。中に入る。あ、下に降りていった。うん。あ、じゃあ全部共鳴させれば、この中に入れるようになるってことですか。喜びの音は回ったりに広がり、急地に浮いていた部屋を動かしていくと。ここはもう良さそうです。おお、すごいです。ちょっと一枚取って。一枚取って。トラウマが邪魔してんの。そっか、折れちゃった。ダメだ。取れた。あれ、いける。ああ、大丈夫か。じゃあいい。行きましょう。その戦闘はマジで楽っすね。そこだけだと思います。くらいでだいぶ苦戦しました。まあ、本来あの難易度、ちゃんとパッチが追いついたらそうなる。ちゃんとボス戦の場合は普通に死にますから。墓地ってとこに行けばいいのかな？いくらかな？墓地ってとこに行って、一個手に入れるってことですね。雰囲気全然違います。ちょっと。こう調べるんだ。Thank you.
あれか、金があった。戦ったことある。ウェルフェゴールが、じゃあこいつさ、こいつ見破りましょう。こいつ。すーげー声してました。悲しみの塗り。いや、ドラクエこういう謎解き楽しいですね。我は悲しみの友、僕とは悲しみの友。すごい綺麗ですね。ちょっと見たいですね。いや、慣れねえ。こういう向きで撮りたい。こういう向き。これだったらジャンプしてくれる、助かるぞ。あ、待って、よいしょ。
そのうちやったよ。いや、やってねえ。やってないっす。別にやってねえよ。バルンナイト。宝箱ハント結構いいじゃん。そんな開けたんだ。動く石像がいる。ちょっと待って、動く石像。石像ないっすね。見ましょう。はい、マジで。おぉ、小さなメダル5枚。いえいえ。いるね、ストーンマー。ストーンマーやってある。OK。じゃあ、そこの、あそこ、庭園に行けばいいのか。庭園に行きましょう。お、すげえ、すげえ、すげえとこに来たぞ。すげえ、こんなとこに庭園がある。いや、これ一枚取るんですよ。こういう向きがいいか。マークラウラがいい感じ邪魔すじゃあ、スペルベーゴンでやっていきましょう。準備。こっちに。調べられる。あ、そっちだ。
歴史から失われた存在。構えてますね。あれ、ちょっと待って、セルゲーナスじゃないっすよ。こいつも戦った方がいいんですか。あ、こいつも戦った方がいい。グレートマン。マヒャデドス、危ねえ危ねえ。マヒャデドスじゃねえよ。ちょっと。ドラゴンが嫌だぞ。いいね。カードか。カードだってやんなきゃいけねえじゃねえ。いや、今日の終わり間際にやるかぞ。ひげか。おっと、来た。来たね、弓だ。弓空きある？大丈夫？そっち。93。装備できたら強いんですよ。弓は装備できねえからな。魔法使いとか弓装備できなかったって。OK、面白い。狭いからすぐ絡まれる。1枚取ってこっか。で、これで1階に戻ってそこに入るっていう感じですか。音もなく崩れ去り消えてしまった。
一枚取ろうか。これがいいですか。どうですか。待て、ちょっと、待て、ちょっと、取れた。取れたか。おー、すごいっすね。この状態です。ショートカットしたいけね。この辺からショートカットいけるといいです。あ、いけたいけた。OK です。じゃあちょっと調べてみて、ボス戦になる可能性。です。キャンセルして元気玉使いましょう。小元気とかでいいか。カズヤン殿、遺跡の仕掛けを解いてくれたのでありますね。さすがカズヤン殿であります。おそらくこの扉の先に遺跡場に書かれた恐怖を封じた壺があると思うんです。王族にしか開けられない扉か、まずは大方試してみる。なんだ、普通に開いちまったぞ。やはりこの扉は王族にしか開けなかったのでありますね。これで調査は続けられるであります。開いたんならそれでよしとするか。では中に入ってみるでしょう。みんなついてきてくれ。エリーゴ調査員、この部屋で間違いないのか。ああ、間違いない。はずであります。どうもおかしいな。魔物が封じられた真空の壺とやらはどこにあるんだ。そこかしこにカルピネオンを作っていた名残は見えますが、壺と呼ぶには無理があります、ね。それじゃあ、石板に書いてあった大いなる恐怖って何なんだ。出てきました。お、来た、こいつは。懐かしいです。また引っかかったね、このバトン。誰だ。
あ、シキュータになってますか。王子の邪魔したやつさ。私は忘れてた。したやつすら。気をつけろ。こういった僕を騙して、暴君バサグランで復活させたズルはすごい女だ。今までどこに逃げていたの。んあんたなんかにずる賢い呼ばわりされる言わないよ。このありがちいけど。やっぱりあんたはボンクラスは嘘の石板の言葉に騙されて、のこのこと出てきます。あの石板はまだだったのか。それじゃあんたが王家のものを狙う誘拐犯ってわけか。あ、誘拐犯、何よそれ。そんなの知るもんか。わしは秘密会の旦那に王子はバカだから単純に罠に引っかかりますって言って伝えただけ。それはもう簡単なお仕事だって。蛇使いの旦那。ちょっと。そうですけど、これ持ってくる。本当じゃねえんだと思う。うわー、すげえ。本当です。やはりお前で間違いない。ウェディの王子に一緒に来てもらうぞ。なるほど、あんたが本物の誘拐犯か。その女を使って俺たちをうまく誘い出したつもりだし。そいつは逆だぞ。あんたが出てくるのを待っていたのこっちの方なんだ。うん、やる気は十分ちょっと。いけ。みたいなこと言ってました。ゆうる、この神系の化けのくせに城の時をやるじゃねえか。かぜんと、君の力も借りなきゃならないぞ。こいつを倒してくれ。そっちは任せるぞ、かぜん。俺たちは蛇男の方を捕まえるから。いや、やばそうっすけど。ガオロー・キックルバレイタ。来た来たね。来たね。来たね。あやつね。これドラクエ8の戦いゲームだ。来たね。ドラクエ。死んでんじゃねえか。18万うまいっすね。もう元気の余ってるからガンガン使っていいかもしれないですね。めちゃくちゃ余ってる。アオロキと渡り合えると。捕まってますね、さすが。だから目的を果たしたウェリナードをじゃあもらっていくぞ。これはヒューザの方か。ヒューザの方が奪われました。え、待て。ああ、ヒューザが捕まりました。ヘビ使いの女、私はまだ報酬もいただいてないんですけど。キャスロン、お前は絶対に許さないぞ。ひぃ。ひぃ。逃げた。名実ね、ね。放っておくべきじゃなかった。そう、必ず捕まえてやるぞ。カズヤンとすまない。ヒューザ君が僕の身代わりに。身代わりとは一体どういうことなのでありますか。まさか触られたのは別にあなたが本物の王子なのでありますか。
説明後だ。急いでベリーナラジオに戻ると、このことは母親に伝えなくて。カズヤン君、君もすぐに来てくれ。やっぱりオフラインで仲間になった、あれですね。各主要キャラが、サロナティングって流れになってます。王子と、ヒューズ。どうすればいいんだろう。マジで今どういう状態だ。リレミトでいいと思います。リレミトお願いします。リレミトお願いします。ベイナード城に行きましょう。白です。女王の丸い。女王の。あと唯一、羽が見えねえぐらい。これぐらいでいいですね。ターゼンの呪霊だ、遺跡で何があったかオーディスより聞いた。オーディスの影武者が狙われた以上、誘拐犯の狙いは大きなものということで間違いない。さらなる友情を巻き込んでしまい申し訳なく思っている。できる限りのことはさせてもらいたい。遺跡に現れた男の情報を収集するよう改めて、魔法戦士団には通過してやらないと分かった連絡がくるはず。なんとしても誘拐犯の足取りをつかむのが狙い。失礼いたします。王立魔法戦士団副団長ユナティ、ジョー・ニオーレ様に合格に参りました。ご苦労ユナティ、例の男の件、情報はつかめたのだ。あ、ドアチャッカー大学に行きつつは、不審な男の目撃だと確認されて、次はドアを使う。いずれも腕に蛇を巻きつけた男は、ドルアモークの近辺において目撃されていると思うんです。ダスティってあれですか、ね、ダストンってことでいいんですか、ドルアモーク。そうか、こちらに現れた誘拐犯と同一人物である可能性が高い。引き続き情報収集を頼むぞ。あ、任せください。オープニングムービーに出したのはダストンです。アセアンズの話は聞いていたの。ヒューズをさらって誘拐犯が次にドルアモー国を狙っていくようだ。実は先刻ドルアモー国の使者が来ている。ウラード国王がそなたに直々に頼みたいことがあると告げていった。誘拐犯絡みと言って間違いなかった。すぐにドルアモー国に向かってくれ。そして誘拐犯を捕まえてほしいんだ。だがその前にここまでの働きを向けるため、報酬を用意させてもらったら受け取ってくれるか、カズ。来た。10枚。よっしゃいカズヤン君、僕の行くぞ。ヒューザ君は僕の身代わりになったんだ。危険な目に遭わせたまま放っておけない。落ち着け、オーディス。ヒューザがお前の影武者になったのは何のためかよく考えろ。カズヤンにとってもヒューザは大切な友人のはずだ。ここは任せるべきではない。カズヤン君、本当にすまんね。誘拐犯を捕まえることができれば、ヒューザだけでなく、アンルシア姫やイラカ掃除の行方もわかるはずだ。重ねてその他の力を借りることになってしまい、心苦しいがどうかよろしく頼むかぜ。うん。来たね。
ヒューズの親友になった。エピソードやってる感じですよね。今度はドルアーの。最初はこんな感じで進んでるっていう。宿屋に来てんだよ。宿屋に来たいんで、一回下に降りるかな。水晶宮の前で。これで、一回これ調べると、で選べるのか。で、玉座の前にするんですね。はい。これでいいです。いや、便利になったね。前やってた時はこれなかったっすもん。新幹線待っておったさ、こちらに。ベイナード王国でのその活躍がこちらにも届いている。見事な働きだったそうじゃ。ベイナードにやられた王族を狙う不審な男がドルアームに潜伏していることも聞いた。王子であるラミザは騎士団が守っているが、その後にもう一人の王家の血を引く者、チリの護衛をお願いしたいのだ。チリを、どうじゃ引き受けてくれるか。チリが王族だから。うん、礼を言うと風邪、くれぐれもよろしくな。ありがとう風邪、迷惑かけちゃくしばらく間遠くよろしく。時にどれ、護衛を厳重にする以外の対策はないと見つかったのか。その件なんですか。なんで、お前にしても珍しく陽気な顔じゃないか。申してみる。我が研究員で探知機を作成しました。探知機と対になった、発信機を身につけることで、その人物の動向を追うことができるものです。これで万が一、ラミザ王子らの身に何があっても行方を追跡することができます。すごいよ、さすがドゥーラ君だ。うん、護衛と探知機、これでバッチリだね。探知機は完成したものです。しかし、肝心の発信機の出力が弱く、近距離までしか追跡することができません。遠方までは追跡可能するためにはガテリア式真空管という、古代ガテリアに伝わる特殊な部品が必要なのです。
現代では入手は極めて困難です。このままではせっかくの探知機の十分な効果を見込めないでしょう。こんな明暗だと思って。ガテリア式近親空間知ってる。それなら前にお父さんのガラクタの中で見たことがある。それは本当ですか治療師。ルーラ委員長、王子はやめてと何度も言ったでしょう。何で言われても治療様は王子、それは変わりありません。そんなことよりガテリア式真空間の持ち主というのは治療王子を育ててくれた方のことですか。英知はガタラに住んでいます。ガラクタが大好き、いつも出すと思う。珍しいものばっかり集めて過ごしている。では早速その方の懐まで向かう準備。待って、あのお父さんのことはもう自分の宝物をそう簡単に渡すわけない。だから私いいですよね、高校生。父はなんていうか大変な変わり者で、きっと説得は私にしかできません。ご自分の立場は分かっているんですか。道中何もかが狙われるにしたら、このためのカズヤの護衛なんでしょう。ゴルワームの英雄カズヤにガタラで同行してもらえば大丈夫。やむを得んだろう。ただし、現状で目立つのは避けたい。この任務を少人数の隠密行動です。地位の、養父の、ところに向かうのは、地位とルーラ、そしてカズヤの名前、それでよいか。ありがとうございます。国王様。必ずやガテリア式、キシンクパンを持ち帰ってきます。うん、こんな時に僕だけ何もできないと申し訳ないけど、みんなくれぐれも道中気をつけて。それじゃあよろしくね、カズヤ。カズヤが先導してくれた私たちもあと追いかけていく。3人でお父さんの家があたりへ向かいましょう。うん、宝箱開けて、あ、開けてあるな。開けてある。大丈夫。はい、OK です。じゃあ、ガタラね。ガクとガタラのガラクタジオ。こっからワープできるか。入り口前かなんかに飛んで、そっから飛べばいいか。うん、こっからですね。で、ガタラ行きます。ドアチャッカのガタラ。チームを用意されてる。こんな遠くに行くべき。広場に行けば近いってことですね。普通にあれじゃないですか。普通に、あれですよ。ドルボード乗れればいいんじゃないと思うんですけどね。
ちいちゃん全然帰ってきてないと。あ、もっとポンコツ2号さんじゃないですか。それにちいさんもね。久しぶりです、ちいさん。ハートをつけんじゃね。久しぶりだね、ポツコン。お父さんはいる？ポツコン。はい、あちらに、もう、完全にポツコンっていう名前なんだ。ダストン様、ダストン様、チーさんがいらしてますよ。来た。チー？来た。キャー、ムキー、あんたってやつは全くアゲゲア娘です。ごめん、もう、血は顔を満たさずに。死んじゃえな、この人が地表上座っても嫌だと言うんだ。キャッ。今、なんて言いました？地王女。まさか地位さんの本当の親ってドルワーンの王様だったんですか？あんた王女やったんですか？王女なのに捨てられちまうなんてよっぽど役立たずだったんですか？地位さんと一緒に身なりの綺麗ないかにも優秀な男、まさか地位さんの恋人を紹介で。はじめまして、ドルワーン王国研究員。委員長を務めているドゥーラと申します。今日はダストン氏に用事があってまいりました。あげま、委員長、わしはそんな優秀そうなやつは苦手です。ごめんなさい、父に悪気はないんです。どうか気を悪くしないでください。あね、お父さん、今、アットリティアの王族が狙われている事件が発生している。相手の正体も企業はわからないんだけど。ドゥーラ委員長、わしはラムザ王子が、さらわれているのすぐに居場所がわかっちゃう。すごい発信機を作ってくれてるんだ。さあ、そのためにはガテリア式真空管という古代の部品が必要なんです。あなたがそれをお持ちだと聞いて協力いただけないかと。ガテリア式真空管、そんなの知らねえです。ああ、ほら、ダストンさん、前にここを訪れた考古学者がすごく貴重だって言ってた。ああ、そんなの、もうとっくにカルデア洞窟の、ドクター深いところに捨ててしまいました。なんだって、あんな貴重なもの。大丈夫、諦めるにはまだ早いよ。新考えだ。ねえ、お父さん、それを捨てた場所まで行って、もう一度ここに持ってきてくれないか。なんでわしがそんなことするわけねえですよ。あんな貴重なものを見たくねえんですか。実は私ね、お父さんが喜びそうなガラクタをたくさん集めて、ドローンに保管してるんです。やってくれるならそれを好きなだけあげる。決まりね。しょうがねえですね。言っておきますよ。ガラクタのためだった。あんたのためじゃねえんですか。うん、分かってる。ありがとう、お父さん。そうと決まる。一っ走り行ってくるんですよ。ここで待ってやがるといいです。とはいえ、あのお父さんが寄り道せず、さんと目的を果たせるが心配でね。じゃ追いかけていきたいところだから。ねえ、カズヤ、私の代わりにお父さんの後をついて行って様子を見てきてくれないかな。治療で私が責任を持って守ります。我々はここで待っていますので、そちらをお願いしますね、カズヤさん。お父さんが向かったカルディア洞窟が、ガタラを出て北東に進むとたどり着けるよ。頼んだからね、カズヤ。カルディアに行けばいいんだ。行ったとこですけど。ストーンないですね。もうちょっと。うん。ない。じゃあ、入り口に飛んで、そこから行きましょう。ガタラの入り
バージョン2のエリア登録しておく必要ないですけど、さすがに2回蹴って流れにならないし、さすがにね。懐かしいですね、最初にダーストンと来たところですね。はい、前と同じとこに行ける。見破ってないです。スタッと下へ見破るか。よし見破る、すぐ見破る。いつもこいつも。調べてみて、不正にならなきゃって。確かこの辺りからぶん投げたんです。あった。お、見つけたですよ。あんなところに引っかかってるのでなかなかの分からず屋でございます。あんたも来たんですか。こんな場所までわざわざ来るなんてよっぽどに暇人で嫌がったんです。まあそんなことはいいです。せっかくもあんたが来たのに、わしが今からあげげあってする。あんたはそこでただぼーっと突っ立ってるのがいいです。わあ。飛べんのかい。よっこらせっと。来た。それできんのかなって。シャキーン。こんな役に立つもの、私は持ちたくねえんです。これはあんたに預けますよ。バッテリー屋敷真空管を手に入れ。ゲゲが、これ、ゾロアームのガラクタは全部わしのものです。そうと決まれば、こんなわしとは一刻も早くおさらばですよ。意外とすんなり来ました。前回あそこにあそやったってですね。じゃあ、リレミートお願いします。
魔法使い便利だ。じゃあガタロに、ガタロへとりゃいい。ガタロ。ヒロへ飛んじゃいます。ヒロ。で、白。ガラクタ城。大人ガラクタですね。負傷が入らないんです。おかえりなさい、ダストンさん。元コボツコン2号さん。街のど真ん中にありますからね、これな。ガテリ屋敷金庫が持ち帰ってくれたんだ。ありがとう。ガラクタをくれって約束、忘れてねえでしょ。うん、大丈夫だよ。買いきれないほどのガラクタをあげるから楽しみにしてて。せっかく材料もそのためです。ここで発資金を活性させましょう。バテリー屋敷新君かもこちら。す、う、で、ん、に作業を開始できるよう準備をしておいたんです。完成まで少々お待ちください。ルーラインジャーガーテレ式シンクロを使ってあっという間に高性能発信機を完成させた。イヤリン。これが発信機。綺麗。感度は良好、動作も問題ありません、ね。成功です。これを国王とラミザ王子にも届けん。我々ドルワーに戻ります。お世話になりました。こちらには後日必ず謝礼にお届けさせます。届ける？何言ってやがるんですか？わしもドロワームに行きます。え？父さん本気で言ってるの？本気に決まってますよ。チリはあんたらのミックスクロイなんて信用できねえってんです。ガラクタは自分の目で選びますからね。ポツコン、わしやるやつの間にガラクタが盗まれないようにしないようにしっかりと閉じまりしておくね。いいです。はい、わかりました、ダストン様。気をつけていってらっしゃいませ。どうするんです、チリ王女。本当にダストン氏も連れておくそれですか？うん、こうなったお父さんを説得するのは骨が折れそうだし、まあしょうがないかと。わかりました。では、ドルワームや列車へ戻ることにしましょう。実は特別便を手配しておきました。カズヤンさん、準備ができたらガターの駅へ向かってくれませんか？そこに、特別便案内係のビノービーがいます。我々もすぐに後を追いますので、ビノービーのもとで合流しましょう。ガタレ駅ですね。まだガゼさんですね。ドゥーラ様にお話が伺っております。私が特別便案内役の駅員、ビノービです。駅員としての初仕事は、ドルワーム研究員の委員長さんからのお依頼なんて、恐れ多いですが、頑張ります。それはさておき。先ほどドゥーラ様に連絡がありまして、もうすぐお見えになると思います。ガゼさん、準備よろしいですか？かしこまりました。では、もう間もなく列車は到着いたします、ね。一足です。車内にご案内いたします。いや、ちょっと、突然じゃねえけ。
いやーもう急に来るから困るよこのゲーム。こちら特別編の列車です。どうぞ中へお入りください。カゼナさん、すみません。少々お待ちしてしまいました。さあ、私たちも乗り越えましょう。いますね。確かに。またヘビか。イライラしてる。落ち着きがねえ。キーもキー、まだドローンやつかねえですか。父さんってそんな焦らなくたってガラクタも逃げたりしないよ。これからドローラームのガラクタもらい受けることを考えるとワクワクして黙ってなんかいられねえですよ。お父さんと。しないやばい。何者だ。ひそまさてアッツラジアの王族を狙うという不届き者だ。やばいねチーム。だからこの中にいるのは間違いないよ。私は王族を守りますね。カズヤ様、奴の相手をお願いします。ん？お前は確かベイナウ。ああいい。任務遂行の邪魔する者は排除する。やばそうなってこともなったっぽい。やっぱまだ複数のやつだ。はい。王朝記ミイラたち。ミイじゃねえ。狭い狭い。だが狙いさえ果たせれば。これで貴様には何もできない。
こっちを捕まえようとしてんの。この男ではなかったから、なるほど。あ、蛇が赤くなったのが大将ってことですね。お前とは一緒に来てもらおう。ダストンが、多分なんとかするんでしょう。ダストン、来た。ナイスです。邪魔だ。吹っ飛ばされた。ダストン。いや、オフラインのダストン強いんですけど。うん。いやー、マスカのチリがやっぱ触られちゃいました。待て。まもなくドラゴンです。駅で列車に降りたらすぐに発信機の場所を確認しましょう。さあ、こっちは発信機があるんで、この行き場所がわかる。あいつ、向き向かうつ。ここはダラズ発掘場のダライア作岩遺跡です。やっぱり遺跡なんだ。この場所も最近になって調査が進み、中に入れるようになってそうです。なるほど、確かにここなら人気もない。身を隠すにうってつけてよ。大きい人もキャンスなんて許せねえです。じゃあ、ダラリアス・サバン遺跡行ってくるです。我々もチリ王子を救うため、ダラリアス・サバン遺跡に向かいましょう。私は兵を率いて追いかけます。カズヤさん、まあ、ダストン氏は後を追って先に向かっていってくれませんか。ダラリアス・サバン遺跡はカルディア山道からダラズ採掘場に入るとその西部にあります。ありましたか。ということは、バシッコ使いましょうか。バシッコで行きましょう。あ、ショートカットあんじゃん。ショートカットあんじゃん。オッケー。ありがたい。これはありがたいですね。まさかの親切設計でした。で、了解っす。そっか。そっか、登録しとった、一応。俺の方登録しとくよ。できた。いや、めちゃくちゃ遠いっすね。面ダムのところに飛べればよかったんですか。あそこめちゃくちゃ近いです。あと行ってないんで登録されてねえんじゃない。燃料切れてる。
ちょっと乗れはするけど、足が遅い。じゃあこっちに書き換えときます。そこもすごい気になりますね。そのダムも行ったことないです。よし。ほんほんほん。診断じゃなくて、多分そいつは戦ったことないですね。こいつから行きましょう。スライム系ですね。スライムボーグ。見破る、見破る、見破る、見破る。どうすりゃいいんでしょう。握ってみる。トロッコに乗る感じなのか。なるほどね。ちょっと待って、右から行きましょうか。停止しているんだって。え、こっちに行けんの？あ、キラ。乗れそうですけど、まだ停止してるってことですか？エネルギーの供給が必要なのよ。それをどうにかしてこい。ああ、いますね。ちょっと。ボードのヘッド。戦おうか。ここ通んのかよ。いいし。捕まってるやん。捕まっとるやん。そいつはないんじゃない？ある、ある、ある。でもありそうっすけど。始まったら1決定。何落ちろってことですか。他
に道ないっす。落ちた。ドルボード切れてる。動力室に向かえばいいのかな。こっちっすね。ねえ、レバーを動かしてみますか。レバー下げた。これトロッカー動くと。エネルギーが供給されたようだ。色変わりますね。ちょっと待ってね。乗る前に、こっちちょっと行ってみよう。なんか、宝がある可能性がある。下行けるとこがあるんだけど、これ行けねえ。これこの下だ。あ、これ行けない。スパラベキング。スパラベキングは戦ったことあると。あ、あ、シルバーデビューも大丈夫ですね。焦げも大丈夫だと思う。トゲ情報。トゲ情報と、ウィングデビュー。あ、そう、ウィングデビュー終わってないですね。じゃあ、これ見破りましょう。イオナス、イオナス。いい。止まって。俺じゃねえ。今のは俺じゃねえ。ジゴデインとか言ってるし。スライムはジゴデイン使ってくるのか、恐ろしいな、あいつ。こいつは戦ったことあるんで、すぐ。弾いくよ。行くぞー。降りれんの？あ、来てきた。で、トロッコに乗るっていうのは俺ですか。さあ、どんな感じになるんでしょう。乗りましょう。階段で下に降りる。中庭。あ、さっき飛行選手あれですね、登録してなかった。登録しちゃおうか。見破る。
あ、そっちじゃない、そっちじゃない、そっちじゃない。こっち、こっち。でも、もう一回ぐるって回れば。うん。うわ、なんかいるね。メカバーン。ちょっと待って。ファックリー。じゃあ、見破っとくか。イーグルデビュついた。ちょっと調べてみて。あ、なんか。おお、なんか変なとこ来た。本当に中庭に来た。本当に中庭に来た。メトロッカーじゃどの辺がいいか、あっちの方がいいか。海しかないけど。カフェ見えない、カフェ見えない。こっちの方がいいか。1階に戻るって言うの？なんかいるね。マジ変。古代のレンチを手に入れた。あの、マジン使う感じなんですか。あ、もう一回調べちゃった。申し上がれません。ただいま扉の解錠命令は実行することはできません。立ち上がりと、キャップのボルトが緩んでいて対処支えないらしいです。ベンチを使います。おお、それはレンチをありがとうございます。リーフ欲しい。前回のご利用から3021年ぶりです。そんな経ってんの？
直ちに研究所エリアの会場へと実行いたします。ウルベアマジンが夜へと起き上がると扉に向かって何かの信号を送ったようだ。いっぱいになられてるし、これから魔人兵がそのまま崩れ起きすぎると力尽きたように動かなくなってしまう。これでここを開けてくれたんだ。来たもん、あそこは最終地点っぽい。ここはどこに着く。はい、行ってみる。こっちは正解ルートか。こっちは正解ルートでした。じゃあちょっと待って。もう一回上に行かせて、上の方を見える。あった、ほらったよ。あぶねえ。オッケエビルではないです。戦ったごと、あ、イーグルデビル、違う、うん、戦ってないですね。じゃあ行きましょう。こいつしかも1種類いるな。両方出てきてくれれば戦ってない。あ、もしかしたらデザートガルフ。こいつもす、こいつも。っすね。デザートゴルバの方。デザートゴルバ。お、そっちやね、そっちやね、そっちやね、こっち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 、こっち。ゴルバ、ゴルバ。あ、こいつ襲ってくると思うんで気をつけて。空きが、空きがついに埋まっちまったわ。いや、これ使うか、じゃあ。やりましょう。あれ、プラチナ宝石から99個オーバーしたと思う。いや、こうなったら精神ダメだ。トロッコの車輪が一つ外されている。周りの魔物が持ち去ったかもしれない。お、そう来たね。
倒さないといけないって。特に書いてないんで、この辺のやつと戦えばいいってことですね。うわあ、ちょっとメタルがいっぱい出てきた。メタルがいっぱい出てきた。逃げ出した。確実に倒してる。アクレーじゃない。下っぽいね。ロープの下に。よし。これです。はめてみますか。はい。で、乗れたと。いろいろなんか乗りこなすのかと思ったんですけど、こう通れるだけっす、基本的には。おっ、ジャンプ、うわあ。いけたらしい。お、調べるんじゃないですか。レバーを動かしますか。はい、トルコにエネルギーが供給された。帰りのルートってことですか？こっちに行けるよって言ってんのか？帰りですね、多分。なんで、うわー、ちょっとカードだ。いや、先がねえっつってんのによ。ちょっと待って。クリアね。こっちを。いや、捨ててます。これ、行って戻ってこれるよって。いたな。いやー、もう空きがいっぱい、地獄ですね。地獄で。行きましょうか、行った。あ、入り口に向かうって書いてある。じゃあいいや。じゃあいいっす。乗らなくていい。乗らなくていい。これで奥行きますよ。オッケー。元気玉使うね。元気玉使うね。間違いなく突然なの。反応しない？どういうこと？列車の中でこの女に反応していたの間違いないやつ。なぜ急に反応しなかったの？ほう。誰だ？せいぜい、向きして向き合わせるなんて許せねえです。そいつはとっても役に立たねえ娘なんです。だから返してもらいに来たんです。何をわけのわからん。
ダストンに反応してますね。まさかの。うん、なぜ急に反応しだした。まだこれからだというね、ちょっと過去の来る。うず。このヘビはポンコツなんですね。ポンコツヘビをわしにも見せてください。チーと一緒に連れて帰ってやるよ。やめろ。めちゃくちゃ反応してますけど。なんだと。そうか、そうだったんだ。お前こそが器だったんだ。また貴様か。煩わしい。小林のようなやつ。器いただいて。ハートの色が毎回違いますね。やばそうな出てきたな。王子牛鬼タウラダイ。テレ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 。これが入る。あっぷれー。これに当たんねえ距離だな。距離が。記憶を狙われてます。そっちかよ。そっちかいな。いやー、そっちはどうしようもできねえな。ロストアタック。ふい。なってて。いやー、小人になったよ。欲しい。よし、オッケー。よーし、104になりました。勇気まで持ち破った。風野さん、お待たせしました。ち、面倒だな。ち、発信機をつけた。おお、賢いっすね。出すと、ナイス。そうっすよ。治療所、怪我はありませんか？うん、大丈夫です。少しの間気を失っただけ。本当は途中から目を覚めていたんだけど、何か誘拐犯の情をつかめないかと思って、気絶したふりを続けていたの。でもダメ。さすがに尻尾をつかませるような情報は得られなかった。ね、それとっさに発信機を投げつけるところを見せたが、なんとかうまくいってよかった。なるほど。急に治療師が起き上がった時は驚きました。これで奴の足取りを追うことができます。うん、わしはあんたのことこんな友人に襲われた覚えはないです。あ、ダストいるじゃねえけど。捕まってねえな。それに比べてあんたってやつは、元ポツコン2号が全部片付けちまった後にのこのこ兵を率いてやってくるなんて、どんな優秀な奴かと思っていましたが、あんたの委員長とは名ばかりの立派なポンコツだったんです。私がポンコツ。ドゥーラ、ドゥーラ。
あ、まあ、それはともかく、比喩会派の足取りの他にもう一つ分かったことがあるわ。それは敵の狙いは私ではなくお父さんだったってこと。比喩会派は王族を狙っているわけではない。うん。それはちょっと気になりますよ。もう、ドゥーラ委員長ったらいつまでショックを受けてるの。このことを国王様に急いで知らせましょう。あ、そうですね。私としたことを取り乱すなんてとんだ失礼よ。では気を取り直して古本。今この場合最も重要と思われる人物。ラストの瞬間、厳重に保護せよ。やめてください。ラスト。我々は一旦ドルワーグのためスタディアさんを来てください。国王とも今後の検討したいと思います。ラストの監禁状況です。それではタディアドルワーグの水将軍の玉座を前にする。もう一回現れるってことっすかね。ラストに捕まってないですわーってなってさ。うわーってなって。写真撮っても静止画になっちゃうからいいか。空は見えますね。これルーラーでいけるかな。この辺だ。場所はね、ドルワーム。ドルワーム。じゃあ玉座に飛びましょう。お待ちしておりました。さあどうぞこちら。グラード国王からの言葉はそうです。ワードルアンの風、地理を救ってくれようと心から言うように、そのために何度感謝しても足りないのさ。本当にありがとう、風。また助けられちゃった。族が狙っていたチームさ、地理ではなく地理の族。洋風、ダストン氏だったとも聞いた。話を聞いたときは驚いたが、ダストン氏には厳重な警護をつけておる。もうご本人は不満もあるようだが、後ほど面会していってくれ。お父さん、自分が重要人物扱いされることにショックを受けてるみたいだけど、無事だから心配しないみたい。それから、ドゥーラが考案した、恒星の発信機でその後の、敵の足取りもつかめてよろしい。フラード国王、それは私からお話ししましょう。チリ王子は誘拐犯を名付けつけた発信機は、現在エルトナ大陸の世界中の丘にあることを確認した。じゃあ次はエルトナなんだ。発信機の動向を見る限り、すぐにドルワークに戻ってくるはずなさそうです。ひとまず大丈夫でしょう。とはいえ、奴は危険なことは変わりません。ってことは、フーラーですか？フーラーですよね。あれですね。王子みたいなのいないっすね。誘拐犯狙いは王族ではないようですが、諸王国でこの件を蹴り散らしておきます。カセはこのまま誘拐犯の後を追うんで、誘拐犯を捕まえてこの事件を解決するのを応援していると。チリはドルワームを救ってくださったカリアンさんをきっと成し遂げてくださると信じています。何か助けが必要な時、いつでもこのドルワームを頼るが、いつまでも頼みをつけおるかもしれない。それから、ささやかだが、これは我が娘を危機から救ってくれた褒美じゃった。一刻の約束が捕まり、アステリアの、未来に明るい太陽の光が降り注がんか。
や地位立ち共にダストンが警護されていて、ドルアーム法律研究院の委員長室に向かっている。今すぐ足をこっから立つです。ぜいぜい、いい加減諦めておとなしくしてください。敵の目的は分かりませんが、今のあなたは重要人物として狙われる、少しは自覚を持っていただかないと困ります。いい、重要とか言わねえで立つ。足はそんなやつかしそうなものはごめんです。あ、何度聞いてもあなたの価値観に驚きを禁じ得ませんよ。キーキー常に怒ってんだ。カズヤ、来てくれてありがとう。騒がしてごめんね。お父さんはご覧の通りで、ね、でもお父さんが落ち着くまでしばらく私もここにいるつもりで心配しないで、あなたの目的を持って。いや、まさかのドルワームは誰も捕まらないっていうね。私が誘拐犯に投げた、発信機はエルトナ大陸の世界史の他にあるそうで、この事件が早く解決することを願っている。これは想定外でしたね。まさかダストン捕まらないっていう。ダストンの監視。どこにいるんだね。院長室にいるってこと。はい、できる。入れてますね。いい加減諦めて、おとなしく来てください。おとなしくて、どうで言ってるのか。おとなしくて、スキップして。バザーに行って整理しよっか。整理しましょう。どっから下に行く？下に降りる。一回。整理してカードやって終わるっていう感じですかね。とりあえず、装備枠も待ってたら開けといていいかもしれないです。一応これは今3つ空きがあるから大丈夫と思うけど、開けた方がいいかな。ここでいいっと、自分で設定しないといけないの、めんどくさいです。
いやー、ゴミだな、これ。これはゴミっす。昔もっと高かった気がするんですけど。世界の開始時もすぐこあれっすね、バザーから始めた方が良さそう。全部売れなかったし、で装備品をちょっと開けたいところです。1個しか預けないし。アイテムを受け取ればいいのか。で装備を預ける。使わないっす。もういらないんですか。まあいっか。これにしとくか。これで空きがとりあえずできた。とりあえず5個できた。ここがあればな。じゃあ、どうなんだっけな。で、宿屋に泊まって、売れたか。いや、いいっすね。もう早速売れてるわ。早速売れてる。いや、このゲームすぐ売れますから。バザーに張り付いてる人がいるのかっていうぐらい一瞬で売れる。宿屋に泊まってからですね。宿屋に泊まってカード行きましょうか。で、終わり。どっちだって、出口はどこだ。あれ、こっちじゃねえよ。ここか、ここだ。あ、家にしよっか。家で、温泉に入っていい。温泉に入って。じゃあ、ピヨコさんの家に行って、外ベッドあるよね。外ベッドに泊まって、どこいいの？それか。体力を回復しても、すでに入ってる。ここにベッド。ベッド。OK。じゃあ行きましょう。いや、もう。全然入らねえから忘れちゃったね。あっち行かなきゃいけないのか。わかったわかった、思い出した。レンドアに泊まらないとダメっす。レンドアに泊めましょう。
サーバー21。一応金は預けた。こっから入る。金は預けた。ガイア取れるか。ガイア取れるし。こいつしたっけ。あ、こいつすんだね。ビークイック。ドラゴンガイア、ドラゴンガイアを投げてください。すげえいっぱいあんの。メタルアイアン、ドラゴンガイアか。オッケー、使ったよね。うん、オッケー。ガイアは大丈夫だと思うけど、あれですね、キラーマジンガーちょっと怖いですね。キラーマジンガーちょっと怖いよ。どうしようか。じゃあ俺が突っ込む。俺が突っ込む。ありがとうございました。あー、間違えた。攻撃しちゃった。賢者はいいね。賢者はいいね。無理押しでいけるか。ほぼな、押してねえ。よし。あとは紫。
お、出たね。当たり引いたね。めちゃくちゃ出てるよ。オッケー。で、続ける。あ、これも忘れずに取って。3つあるから大丈夫だよ、さすがに。あんな出ると思わなかった。あ、気がねえの。いや、装備あと開けてこいって言ったのに、もう。整理する?整理する?大丈夫。いらねえよ。捨てれば。イベントアイテムを買えばいいし、ね。取ったやつ。あ、キラーマジンガ。よし。うい。ヒジウム違う。怖え。よしよし。うい。アクセルギア来たね。当たり引いたね。なんか当たりが出やすくなってんな。前より。緩和されたんでしょ。
前全然出なかったっすもんもうないっす出ないんで出ますよいやあんなに出なかったっすもん前いいっすねこんだけ緩和されてんだったらもうサクサクアイテム取れますね合成し合成しあ次回にしよっかあーでも忘れそうだな忘れそう忘れそういやー合成はしといた方がいいっすよあちなみにアクセルギアの効果はバトル中周りにすぐ攻撃できるについては軽くチェックしておきます。やり方も覚えてない。お題。何がお題。ああこれでガイアとか好きなやつと戦えるってことです。経験値がもらえるんだ。すごいっすね、これ。例えば、ガイアにさっきやったんで。あ、でもこれ挑戦しないとダメだ。なるほどね。あ、これ経験、レベル上げに使えそうっすね。これ。レベル上げに使えそうっすね。まあ、いっか。今回はこれで終わりましょう。これでいいっすね。というわけで配信を終わります。次回もよろしくお願いします。ご視聴ありがとうございました。おやすみなさい。バイバイ。